のポリッシュと、せーの、アメリカ君。あ、俺か。俺もか。一応やんなきゃ。なんか、はい、アメリカ君です。あ、負けたら即脱衣、お絵描きバトル野球拳。やった。はい、ということで、たまえら学園さんとコラボ第2弾です。聞いてないしかもメインチャンネル出たぞ。聞いてないって、聞いて見てるか地元のやつら。ちょっと脱衣っていうのが気になって話入ってこないんですよ。それ何？まあ、第1弾の時は仲良くおしゃべりする系の動画だったんですけど、今回はちょっとまあバチバチにやり合おうじゃないかと。対決ってことですか？そうです。これは負けちゃん、負けられないね。まあそうですけど、脱衣がちょっと気になっちゃって。あ、そこが気になってるのか。はい、負けたくはない。そうですよ、まあ、今回の企画なんですけども、即脱衣の野球拳プラス、お絵かきバトルを掛け合わせた新感覚ゲームとなっております。はい、でそのゲームの内容をケイ君に説明させていただきたいと思います。いい、任せてください。よろしく説明いたします。聞きたい。こちらチーム対抗戦で行っていただきます。はい、で玉浦学園のお二人とホニッシュのこちらのゴシとナイキのお二人で試合していただき、まあ、ジャッジをケイが務めさせていただきます。なるほど。でジャッジがお題を出しますので、チームの代表1名が30秒で絵を描きます。でケイが判断して上手かった方が勝ちとなります。で判断基準はジャッジが3点満点で絵を評価します。負けた方は1試合ごとの両者の点数差分だけ服を脱いでいただきます。なるほど、ね。まあ、3対0だったら3枚分脱ぐと。そういうことですね。服を脱ぐ人は毎試合チーム内で決めていただきます。なんでその当たり前みたいに服を脱ぐ言うて、女いるよ1人。そういう企画なので、はい、ちょっとでもそれゲームの対象1枚脱いだら、はい、聞いてないんで、聞いてたらもっと厚着してきたんですけど、1枚脱いだら終わり。暑いですね。暑い、暑いね。怖い結構りなちゃんは点数、高い点数取んないと。うちだけじゃん負けんの、あと、ね、これ最終的にさ、負けて損すんのうちだけじゃん。いや、俺らも脱ぎたくない。犠牲を払いますよ。俺だってやだよ、りなちゃんがその裸になってる姿見られちゃったら嫌だからね。それわかんない、わかんない。でもりなちゃん所有権みたいな、聞いてください。りなちゃんに、はい、そう、朗報です。これ何朗報あんの、そんな。負けたとするじゃないですか、そしたら、はい、りなちゃんが必ず脱ぐわけではないんですよ。玉浦学園さんチームが負けたとしたら、玉浦学園さんチームから脱ぐ人を決めてもらうんですよ。なるほど、ね、話し合い、自分たちで決めていいよって。だから要は1枚脱ぐってなって、それをどっちが脱ぐかは取って決めていいんだ。そうです。なるほど。おでんさんの、まあ、彼氏の技量も測れるし、彼氏じゃないよ。それは安心してよ、りなちゃんに一番脱がせるわけないじゃん。信じて俺のこと。頼りがいがあるからりなちゃん、信じて0点出していい。大丈夫だから。拍手とかで拍手でも大丈夫。あそこが激アツマってるんですね。答えは脱がせたい、脱がせられないっていう、この激アツ展開を企画にした。これはでも確か盛り上がりそう。そうなんだ。てかそっち芸大生いるんでしょ。無理だよ、こんな素人が。芸大生じゃないですもん。いやー、描くの一番素人だと思うんです。あ、そうか、そっか。一応、イラストレーター的な。あ、まあまあ、絵描くけど、はい、あ、拝見してます。そういう意味ではバランスが取れてる。そうなんですよ。いやいや、芸大生でも。じゃあ、やっていきますか、この楽しそうな企画。それでは、レッツー。やってみたいなと思います。合わせて言ってたじゃないですか、こういうことを。フォニッシュ第1試合、はい、おでんさん VS ゴシケチ。これは負けねえぜ。指名されるんだね。すぐ俺が出ちゃうのか。もう今日ブレイコーということで、うん、もうちょっとブレイブになっていいですか。いやでも正直言うと、俺も今燃えてる。おー、どうですか。だってまさかこんな形でね、芸大生と対決できると確かに思ってないから。俺もこんな形で一般人と戦うことになるとは思ってなかったんで。それは簡単だと思うよ。それはいつでもできると思うよ。下克上の気持ちしてやりたい。でもアベンさんね、見たことないんだよ。あ、確かに、うん、めっちゃうまいかも。意外とってパターンあるからね。これお題言ったら、うん、もうその時点からすぐに30秒カウントが30秒で勝ったのか。はい、そうなん
なんですよ。始まりますので、うん、よし、じゃあいつもお世話になってますけど今日はボコボコにしてやりますからね。じゃあ行きますか。じゃあ最初のお題を、最初のお題、ライオンです。よーい、スタート。ライオンか。いやでもこれね、インパクトだと思うんだよね、これ。いや俺動物得意なんで。上野動物園よく行ってるからね。いやそう、芸大が上野にあるんで。順番おかしくない？だから、残り10秒。これうまさで勝負するんじゃなくて、これ多分インパクトで勝負した方がいいな、これは。そっか、そういうやり方もあるのか。ちょっとお前固定概念にとらわれすぎてるかもしれないけど。そこまでです。あ、なるほど。じゃあまずはおでんさんから。ちょっと待って、まだ書き終わってない。じゃあフリップオープンの方、おでんさんからちょっとお願いしていいですか。はい、僕の書いたライオンはいきます、こちら、ドン。おお、はい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 、中心からずれてる、ちょっと若干気になる。まあやっぱりその僕が表現したかったのは本当に迫力。うん、この画材をこうフグで使った感じでね。なるほどな。うん、あのね、結構ビビッと、やばい、ビビッと。何これって言うから、俺今そういい感じにしようとしてた。めっちゃ下手じゃん。もう言うなっちゃう。今俺も言いたかったよ。待て待て待て。そこはでもね、やっぱその芸術家だから、やっぱりその芸術的なあのフィールドで戦いたかったっていうのは。あ、なるほど。うん、写実的というよりは、まあ、ちょっと誇張。ああ、なるほど、うん、特徴を捉えて。うん、縦紙との境目ないの気になるわ、これ。そこね、気づいた。そこは正直時間が足りなかった。三十秒っていうところがミソですよね。うん、本当は書きたかったんだけどね。続いて五色地の絵お願いします。僕が描いたライオンはこちらです。うまっ。これが東京芸術大学や。画角が違う。そんなことしてくんの。マジすぎない？それはでもちょっと すげえわ。じゃあもう、いやでも分かんない、ジャッジは K だもんね。はい、マジで2人の絵を見て点数3点満点で、 K も美大生なので、はい、美大生の観点から見て、うん、じゃあジャッジ K お願いします。はい、忖度なしでいかせていただきます。はい、じゃあまずおでんさん、はい、3点満点中、うん、1点。どうも。まあもらえてよかった、もらえてよかった。五色地、まあ、2点。あ、よし、なので勝者、ご指摘。よし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 。ということなので、この場合、川井学園さんが負けたので、うん、で差が1なので、うん、というか、1つ何かつけてるアイテムを。その前に1つなんだけど、思ってたより、なんか、採点シビアだね。それ2点なんだ。それは思った。まあ、シビアな理由のちょっと話だと、うん、僕が小学校から幼馴染なので、彼の成長を見てきてると、ちょっと彼の絵を見るのも厳しくなる。30秒だぞ。俺の絵として見ないのじゃ、お前芸大生だろ。お兵じゃねえよ。確かに。お前めっちゃ市場入ってる。どっちか何かを、そうだね、外っての相談していただけるの。そうだ、決めなきゃいけないのか。どうする、どうするってなどうするなのかな、入り。どうするでしょ。見ないよ、なんか。いいえ、顔ってるしさ。今俺がちょっと確かに描いて負けちゃったけど、どうするか。りなちゃん脱いじゃったらいいかも。どこだ、これ脱いだら終わんだけど、するのはすごい絵になるよ。これ人に囲われて半裸の女が絵描くって。むしろ序盤からもうそこまで行っちゃってる方が逆になんか戦いやすい。ない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 。視聴時間も伸びる。確かに。あ、確かに確かに。鍵なよ、これを。いや、ちょっとこれ脱いだら俺もタンクトップだから。いいだろ。アクセサリー類も一応いける。そうですね。アクセサリー時計、いいですか。まあ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 、1回目だし。そうだね。あー、うかうかしてきて今日。あ、なら耐えそう、なら耐えそう。いや、申し訳ない。よっしゃー、これ2点か。まず1つ、1本でかいよ。じゃあ次いきますか。はい、ファニッシュ。はい、じゃあ第2試合、うん、りなちゃん VS ナイキ。お、手法です、うちの。おー、ね、まずは芸大生のいるグループだからな。そう、言うても僕結構仕込んでるんですよ、彼に。
あ、そうなんですか。そうなんだ。怖いね。でもこれりなちゃんって結構イラストレーターで、いやいやいや、簡易的になんか描くのってすごい、イラスト的に描くのってめっちゃうまいと思うんですよ。あー、まあ確かにその点は確かにあるかもしれない。そこでナイキがどんだけ太刀打ちっていうか、で逆にここをもう死守しないとね。いや確かに確かに、次負けたらりなちゃんもうほぼ全裸みたいな。なんで私一回で負けた。ここは死守しないと。なんで。じゃあお題参ります。第2戦のお題、ゾウさんです。用意スタート。ゾウさん、3がついてるんですか。さん、あ、インク出ない。あ、え、うまくね。やばいやばい、え、めっちゃいいかも。30秒で。あ、かわいくない。ちょっと待って、かわいくない。どうしようどうしよう。あ、でもなかなか、あ、これえ、うまい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 いけるぞこれ。やばい、かわいくない。やばい、残り10秒。かわいさで勝負しようとしちゃってる。残り10秒だよ、みなちゃん。みなちゃん、抜きたい、抜きたいの。やばいやばい、まだなんかいい感じの。そこまで。やばい。じゃあナイキの絵どうぞ。ゾウさん。うわあれなんか意外とうまい。意外と、あ、画伯だね。本当に描きたかった。目とかどうやって描いたのそれ。目とって描いたの。目、この辺は焦りが出てる。あ、目病んでるな。いや、ここのゾウさんの長いところのシワの部分見てください、これ。これすごい、なかなか描けないよね。そう、それ最後の三角だ。なんかゾウに詳しくない？その牙みたいな骨の。確かに。ゾウ、結構詳しいんですよ。へぇ、ゾウ詳しいな。やっぱそこもね、有利に働いてるから。なんで？じゃあ続いて、りなちゃん。気になるな、はい、この絵を。どうぞ。これです。ドン。おぉなるほど。可愛い。全然違うよね。可愛く。頭がでかいから卑猥。なんか確かにね。うん。意識しました。確かに。何を。動物の象さんっていうのを。怒ってるよ。書いてるし。人間のじゃなくて。え？でも皆さん何の象さん書いちゃったこれ。え、なんでそんなのあれ。ちょっと待って、ずっと何？どっから見ても大丈夫かな、これ今映せないんじゃないこれね。モザイクとかってできる？まあ、できるんですけど、ちょっと収益化できるかどうか。モザイクとかかけんの。こういうの可愛いの？え、可愛いです。おやと何が、何がそういうのやった、まあ、お前もそんな感じ。嬉しそうにさせていけない。ありがとう。何がじゃあ、ジャッジいきますか。はい、どうなるか難しいね。まず、ナイキ2点。お、高いよ。え、2点高いよ。2点。りなちゃん1点。なんでなんでなんで。きたきた。まあ、ちょっと僕感じたのはやっぱこれ絵の勝負じゃないですか。はい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 。あ、確かに。あ、書いちゃってるわ。ゾウって書いてる。そこが僕のね、あーってなってたんだね。デザインとして可愛くなかった方が。しかも僕見てたんですけど、この象の文字は30秒経った後に書いてる。そこかい、書いてる。書かなくてよかったんだ。忖度はないよね、そっちにね。ないですね。ケイがそのフォニッシュのメンバーだからって、はい、勝たせてるわけじゃない。じゃないですね、もう。この、これ2点だったよね。これ2点、はい。で、これも2点ちゃんと。はい。同じ？本当？まあ、なんかこう、シルエットをこう、大まかにこの短時間で思い出して、まあ、特徴を捉えてるっていうのを遠目で見て誰でもそうって分かる。2人を比較しての点数。そうですね、まあ、比較に近いです。リアルに描く方が点数高いんだ。あ、はい、あ、バレちゃったかもしれない。芸術って点数とかつけるもんじゃない。いや、僕この絵自体は割と好きなんですよ。いや、でも例えば字でうんってなっちゃった感じですね。字がね、そこなんだよね。それ仕方ない、もうリアちゃん、気をつけましょう。あ、ということなんで、今フォニッシュが勝ったので点差1点で、うん、カメラさんが、まあ、1つ何かアイテムを。なんで来た来た。いや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 、どうする。どうするじゃないでしょ、絶対。どうする。何なの最初言ってたやつ。なんで話し合うも何もないでしょ。いや、りなちゃんが回転を上げてるからね。いやいやいや、これあれなんだっけ、服脱いだら裸になっちゃうから、それ見上げないように中だけ脱ぐとかもある。あ、おぉ、それもありですね。ありかもしれない。やだ、一番嫌かも、それが。まあ、一つに感動できるかも。やめてやめて、なんか、うん、湿っぽいわ、空気が。ちょっと、ほんとやだ。メガネとかあんじゃん、メガネやのに、メガネなんでメガネやのに、メガネだけやのに。
メガネ外した姿誰にも見せたことないんだから女の子のすっぴんじゃん、なんか外してった方がいいよ。かった身ぐるみ入れて、うん、おー、何も変わってないけど、ファニッシュ。じゃあ行きます。よっしゃ、はい、第3試合、りなちゃん VS 五色地、きたー。これが一番、うん、また私、慶応義塾大学 VS 東京芸術大学ってことですよね。いや、そう言われちゃうと A だとちょっと弱いけど、勝てるぞ。学歴では勝ってるはずだから、就職とかには強いから。まあ就職率 0% ですからね、東京芸術大学。そうなんだ。0% のことある。0%。みなちゃん慶応も背負ってるけど、玉浦学園も背負ってるんだから。うわー、学歴にしないでそれ。入学してないから別に。じゃあお二人の準備大丈夫ですか。第3問の、はい、皮の抜けたバナナ、お願いします。どうぞ。皮の抜けたバナナ、え、どういうこと。皮が抜けてる。皮が抜けてるってことか。 え、どういうこと。かわいい。これ立体感とか必要になってくるのか。そうだね、先っぽ黒くしよう。かわいい。ちゃんと経緯のジャッジあー、今、ちょっと、文字書こうとしてた。そこまで。じゃあ、まずは、五色地から、はい、オープンしていただきたいと思います。じゃあ、僕が書いた皮の剥けたバナナは、はい、こちらです、はい、うん、うわ、リアルだね。さあ、どうだ。めっちゃリアル。結構立派に書きました。はい、うん、なんていうんだろう、この先っぽ黒くなってる感じとか、このふわふわしてる感じ。よく覚えてんね。質感がね、ちゃんと違いが出てる。そう、質感の違いも出して。すごい。スルッとしてる。これは勝てるんじゃないかと。ちょっとりなちゃん。はい。そうですね。うん、じゃあお願いします。これです。なんか入ってる。入ってる。なるほど。何書いてあるんだっけ。バナナ。じゃあ、あとなんか、毛みたいな。バナナって書いたの。そもそも文字書いてさっき限定されてるのになんでそんなことしたの。ローマ字ならいけるかなって思って。公表を無視して自分のスタイルを貫く。まあ、そういうことか。ちょっと胸打たれるかもしれない。うわー、マジか。いい尖り方してる。尖り方がちょっと尖ってなくない。まあでも皮はちゃんと剥けてるもんね。いや、お題通りに書きましたよ。これバナナってこれのこんなどういう問題なんですか。なんか剥け方がなんか、え、こう向いた。こう向いたいいよ、皮の甘い感じ。違う。じゃあジャッジいきますか。これどっちが勝つんだろうな。結構むずいかもしれないですわ。タイプがちょっと違いすぎる。じゃあまず、ゴシ、はい、3点しゃー、出た。来た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 。りなちゃん、まあ、2点いやー、勝ちだ。なので、ポリッシュは勝ちということで。よし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 。なので、一つお願いします。なんで私バナナの絵描いて脱がされないといけないの。なんでこういう、なんか、なんなの、負けたからです。エッチだねとか言われて、まず。でも、ランダムでお題を決めてますんで。ランダムか。そのお題をりなちゃんがエッチに書いちゃったんでしょ。エッチに書いてないわ、絶対。それを指摘してる。なるべくポップに書いてる。あんま意識されるちょっとコンプライアンス引っかかる。意識とかじゃない、まあ、しょうがない。そっちじゃん、なんか強引にその方向に持ってこうとしてるの。なんか1点分負けちゃったんだからさ、脱ぐしかない。なんで私のそんで選べるって言われてるから。機械にしてよ、もう。どうすればいけんの。何ならいけんの。なんで私で選ぶって言ってるからさ。だって俺もないよ。これも脱いだらもうタンクトップになっちゃうし、下もズボンとかだし、脱げるアクセサリーもないし。もうじゃあブレスレット取ります。あ、ブレスレットつけた。あ、まだあったか。よかった、これつけといてよかった、うん、負けてよ、バカなの。はい、取りましたと。ちょっと平等な組み合わせにしてますんで。いや悔しい、こんなりなちゃんがどんどん流されてるって。うわー、次行きます。次行ってよろしいですか、はい、じゃあファニッシュ第4試合、はい、おでんさん VS ナイキ。おー、いや、りなちゃんに勝ってるから。確かに、もう勝ってるんじゃん。ファニ
ニッシュのファンの人たちがフォニッシュを脱いでるとこ見たいと思います。頑張る。じゃあお題いかせていただきます。じゃお題はりなちゃんです。よーい、スタート。難しい。うわー、これ大丈夫かな。おでんさんの愛に勝てるかな。でも俺的に戦略があって、俺の方がどう考えてもりなちゃんのことを知ってるから。確かに、はいはい、その俺の方がどう考えてもりなちゃんのこと、ちょっと待って、そういう意味ではそこまで。あーまあほんまやよ。大丈夫ですか。いやいやいや、これお題はりなちゃんだよね。何もナイキからフリップをオープンしていただきたいと思います。りなちゃん、こちらです。初期のミーみたいな。これ何これ落ち着いてんの。ちょっと間違えちゃった。なんか笑ってあ、でもいいんじゃない。結構似せて書いたんだ。いや、リアルだね、確かに。リアルなのこれ。リアルだけ。次ちょっとおでんさんの絵。あ、そうだ。いやでも負けないよ。どうぞ。俺しか見たことないと思う。りなちゃん。何？これです。うわぁ。うわぁ。これか。ちょっと。ダメダメダメ。ダメダメダメ。採点なんだから。すごい。君が知らないの。その君も点数に入ってる。何これを。で、2人を合算して。みんなに当ててこない。それはやっぱりそのなんていうの、一部どこを聞き取るかっていうところで。うわー、ちょっとこれすごいな。顔とは言ってない。確かに。で逆にやっぱその俺しか知らないから俺しか知らない。バーみたいなやめて。わけだからやっぱ。なんでここに当ててくるの。やめてね。これもやめてやめて。りなちゃん完成した。むずいぞ。てかこっちシンプルに下手だしね、これ。あっちうまいからな、結構。うまいの？着眼点がすごいですね。じゃあちょっとジャッジいきますか。ジャッジ、これはもう結構すぐ決まりましたね。じゃあ点数いかせていきます。まずナイキ、はい、0点。うわ待って、おでんさん、3点。うわということで、たまるさんが勝利しましたので、フォニッシュが3つアイテム3枚脱いでいただきます。マジっすか。あ、ちょっと全裸でちょっと出してる企画あるんですよ。あ、大丈夫、捕まらない。あともう一つだから。レスレス。レスレス。レスレス。そこで3つ。いやー、なんか脱がないよ、脱がないで嫌だ。ちょっとりなちゃんの脱ぎ体力が上がったところで。そんなこともないけど。第5試合。はい。りなちゃん、VS、こすきち。うわまた。あ、いや、これちゃんと。嫌だって、こすきちも。あー。勝ち目ないって。じゃあ、お題参ります。はい。第5問のお題。マンコ。よーい、スタート。りなちゃん、びっくりしちゃった。びっくりした。好きなもんここか。今もう10秒過ぎました。残り10秒。ああ、結構いい。りなちゃんなりのみたいなところ。結構おいしげってる感じで。うまっ。おいしげらせ方。そこまで。はい。テント見てください。ああ。じゃあまずは、五色地の方から。はい。リップをしていただきたいと思います。すごい難しいお題でしたが、僕が描いたマンコはこちらです。おー、よく描けてる。はい、沖縄の、そうですね、沖縄のマンコです。なんか、わかんない、そうなの。はい、沖縄にあるマンコを描きました。沖縄にあるの、表現が。そうだね、背景とかも全部込みで。そうですね、湖なんですよ、マンコっていう。はい、知らなかった。知らなかった。ちょっと、やばかった。ああ、そうなんですね。慶応義塾大学は習わねえし、経済学部だから。マンコ習わないですか。趣味やってねえし。は次、りなちゃんの絵を。いや、気になるな。落としたら何描いたんだって感じだけど。確かに。どうぞ。じゃあ、
こら辺がマンコなのか、ちょっとリナちゃんのマンコを教えていただいていいですか。え、なんかそんな、ここら辺、こういう感じ、こういう感じっていう、あこういう感じの。え、じゃあこれ分かってたってことですか。なんて言ったの分かんなくて、ちょっと前に書いてたんだけど、偶然にも合ってたっていう、まあ、くしくも周辺みたいな感じになってる。あともうちょっとシンプルに、もうちょっとなんかいっぱい使ってもらってシンプルにシンプルに合体できるっていう。そもそもの湖がない。いや、そうなんだよね。そこはどっかに表現したの。湖は、湖がちょっと描こうと思って最後に。ウサギから先に帰っちゃうの、まあ、尖ってはいるのか。いや、まあ、確かに、ね、そう、湖はお任せしますよみたいな。てか、湖と思わんパス。なんだと思ったの。いや、なんだと思ったっていうか、その、なんて言ったのかなって。あ、なんか YouTube とかで聞くやつなのかな、これ。ウサギに聞こえちゃったってことか。ああ。え、そう、なんか、そう、なんだろう、ぴょんこみたいな。マンコとピョンコってことですか。いや、なんかピョンコ、グリとグラ的なことですこれはちょっと違うからね。確かにね、どうなるかわからないな。尖り具合ちょっと刺さってるかもしれないな。うん、湖なのにウサギから書き出すんでしょ。確かに、そこの芸術点はやっぱちょっと欲しいね。いや、そうなってくるとちょっと危ない。じゃあ決めました、はい、うん、まずゴシケチ、はい、2点。おお、どうなる。リナちゃん、うん、2点ってことで、ちょっと一旦、うわ、マジか。予定、僕も予定したかったですけど、ドローということで。うわぁ、やったー、耐えたんだ。いや、なんか最後の説明で、ちょっと僕にもなかった視点が見えて、あらー、尖ってるなっていうんで。そうそうそう、まあ、いけんだ、言葉で。次の題、すごいですね。あ、確かに。水媒とか、金媒と倍。倍なの。まあ、俺はいいですけどね。確かに。なんでお前がいいの。お前が一番ねえで。次が最終問題に。最終なら、じゃあ。うわぁ。なります。6試合目。はい。リナちゃん、バーサス、ゴシケチ。うわ、またか。うわ、これで最後の決着がつくみたいな。決着つく。そういうことか。なんか、さっき一回引き上げたもんね。そうですね。最終ですよ。はい。最終問題の題。はい。おまんこで、どうぞ。なんて言ってたっけ、大丈夫かな。ちょっと復唱とかはできないんだよ。なんか何か言ってる。いや、なんか水に飲んじゃない。一生懸命書いてる。あと10秒だ、急げ急げ。書き切れ書き切れ。そこまで。あー、最終の回答が今終わりました。やりきった感がある。すごい書き足してる。すごい書き足している。うん。そういうのさ、一回も時間守ってない。どっちも。まあ、はい、ということで、じゃあまずは、はい、じゃあリナちゃんの方から、うん、フリップオープンしていただきましょう。どうぞ。こちらです。じゃじゃん。まあ、湖なのかなって感じで、ちょっとあんまり知らないものだったんですけど、まあ、予想を、うん、熊さんが釣りしてたりして、ちょっとあの湖感。構造結構加味してこだわったの。はい。うん、ほらー。だから、やっぱその静けさ、というか穏やかさが、あのやっぱり湖だから、やっぱり穏やかなんかなって思って。テクイな。はい、なるほど、なるほど。めちゃめちゃいい勝負するかもしれないこれ。これいいんじゃない。いや、じゃあ。ちょっと気になる最後のゴシケチの回答をお願いします。僕が書いたおまんこはこちらです。え、ちょっと待って、何書いてあるの。え、ちょっと、どこが怖いよ、この人が。それではじゃあジャッジいきますか。ジャッジさせていただきます。別のものになっちゃってくれ、大丈夫か。何だったの、 何がお題だったの。結局リナちゃん3点。よっしゃ、ゴシケチ0点。うわぁ、ポリシーが負けということで3つ。もし僕今湖の方のおまんこの方を言ったんで、湖にやっぱ書いてくれてますし、この画角を意識したと思います。マジで勝ったー。いや、マジで。ちなみにちょっといいですか。行くよ。これはなんですか。
これはちょっと安いよ、逆逆逆逆逆これ電気返しじゃん、電気返し、うますぎて大丈夫うますぎて映せないダメですよ、エロ漫画とかって映せないよね、これはだと K が独特な発音でおまって言ったのかな、ちゃんと汲み取ってくれてる方が、そっか、じゃあ普通に負けたか、いやもう全然これはもう論外、結構ばっかり意味が分かんない、本当に何、本当に何本当に何誰が主犯、何これ、いや、これは分かんない、どういうこと、誰が悪いの、なんで、なんでこんな脱いでるんですか、これ3つ、ポイシュが狙われるんですか、そうか、倍だから 6? 6? じゃあ、K も合わせて、ポイシュ、あ、俺も、そう、K もこれ審判なのに、そうだよ、え、マジ脱ぎたか、まあ、とりあえずお前2、3個いける。そうか、気にしよう。いや、もう。全部決まったんじゃない？ 1 個だね。1枚。うん。ちょっと、いいって。ああ、パンツ。あ、それもいけんだ。ちょっとやめてて。2枚。でも、意識しまった。パンツ2枚履くほど自信なかった。ちょっと、ナイキも行こっか。ナイキも。今、2枚着てますか？うん、1。はいはい。通常。ジャケット着てるんで、これは何を見せられてるまあじゃあ俺タンクトップ、そっか、あと2枚じゃあタンクトップ、タンクトップ脱ぐか、嫌な夢みたいな若い男たちがどん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 裸になっていくそうだね、じゃあこれも脱ぐか、あ、いやいや、俺も6枚脱いで、6枚、あと1枚だから、あと1枚、うん、まあでも審判だけど、審判助けるから大丈夫か、K がし、だっけよな、俺だって予定、いや予定会で聞いてないんですよ、これそうですね、いや分からん、分からん、大丈夫ですか、いや、まあ、脱ぐ気になったんだ、大丈夫かな、準備してない、予定予想してなかったんで、絵面がちょっとポニーズ、はい、ということで、まあ楽しくバトルができました、いや楽しかったまあ、なんか新鮮でした、すごい、結果だけ見るとなんかすごい、なんか圧勝した感じ地味に俺なら一枚も脱いでないから審判がヒリヒリしてるみたいに言われたけど、全然そんな話でよ、でも審判もこうなって、今日ちょっと今日の動画の点数ちょっとりなちゃんにつけてもらいたい、楽しかったね、でもね、まあすごいコミュニケーション取れたなみたいな感じはありまして、盛り上がった、期待できるけど、うわ、さすがにそんなこんなすか、お題もちょっと途中疑問なものはあったりしたし、うん、ちょっと こんな姿を見せられると思ってなかったんで、ちょっと0点です、くそ、いや、あ、でも本当に結構綿密に俺らやったよね、マジで見切るところは、ちょっとなんかうんって思うことは多かったですね、なんかお題とかなんかそのな何言ってるのか分かんない時とかあったし、あの徹夜してさ企画ねって俺ら何だろう、めっちゃ喜んでた、企画自体とかじゃない、企画自体とかじゃなくて、お題とかと一緒で嫌なのか、お前もこんな大事にしに、そもそもいや、なんか男女両方の裸体みたいなの見て編集が当たりじゃない、エクゾデーみたいに完成したな最悪、最悪でした、すっごい最悪でした、バッテリーだ、うん、まあ俺が店員 YouTuber だしね、そうだよな、ちょっとまたどうせまあまあそんなくよくよしないでほしいですけど、じゃあまた店員 YouTuber として出させていただいて、やめて、それはなんか違う、それ話じゃない、え、そうした、そんな違う、はい、ということで僕たちこういう感じで美術系の動画を上げてますので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう、バイビー。